今日も学校楽しかったな。ダンシングダンシング、右ステップ左ステップ、ダンシングダンシング、右ステップ左ステップ、今日も学校楽しかったな。ダンシングダンシング、右ステップ左ステップ、ああごめんなさい、失礼いたしました、すいませんでした、あよ社長さん失礼いたしました、よお代官様、はい、ダンシングダンシング、右ステップ左ステップ、はい、危ないよそんなところで、こうやってさすが社長さん、よお代官様、社長ではないんやけど、社長さん社長さん、ゴマスリ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 、社長さん、狭いカテゴリーの中ではね通用するそういうノリなのかもしれないですけども、はい、そのカテゴリーを出たらそういうのはやめなさい、失礼いたしました、はい、ダンシングダンシング、右ステップ左ステップ、最初に行きましょう、はい、ダンシングダンシング、右ステップ左ステップ、もうあなたのね、その普段のその感じは僕知らないので、いや社長さん、そして今ぶつかりました、はい、それで僕すいませんでしたって言いましたけど、はい、謝るときはちゃんと謝りましょう、わかりました、失礼いたしました、顔は2つ持っといた方がええよ、はい、うん、そこでの顔と今私の目の前にしてるその顔別にした方がええよ、はい、ダンシングダンシング、右ステップ左ステップ、その1種類ではつらいよ、その1種類ではやっていけない、その1種類はその狭いカテゴリーの中のみにしときなさい、それを出たらもう一つの顔作りなさい、よっ社長さん、お代官様、はい、ダンシングダンシング、右ステップ、顔は2つあった方がいいよ、その顔は狭いとこでしか通用しない、その狭いとこではその顔でもええ、そこを出たら違う顔にしなさい、私もそう、いつもこんな顔やない、もう一つの顔、いや3つ4つ持ってるかもしれん、その1種類ではなかなかやっていけないよ、せめて2つ顔持ちなさい、失礼いたしました、出た2つ目、まあ薄々感じてはいたんですよ、うん、クラスではウケるけど、うん、塾とかであんまウケへんな、そう塾でもやっちゃってた、塾の顔持たないと、大学行った時どうしようかなと思ってた、思ってた、顔の種類増やさないと、ましてや今初対面の年上の人とぶつかっちゃった、その時はその時の顔出さないと、そうその顔、失礼いたしました、違う、はい、残ってる、すいません、そのカテゴリーの時その顔が残ってる、新しい、真新しい顔、今おいくつですか、今50です、顔おいくつあるんですか、私は4つ持ってます、高校生ぐらいの時何個ありました、高校生ぐらいの時は私は 2,3 を使い回してましたよ、そっか、社会人になって1つ増え、そして8つ持った時もありました、でも持ちすぎて、でも、もうどれを使ったらいいか分からなくなる、そして私はそこから間引いてきました、そして今完璧な4つです、僕はまだあやふやな1つです、そうね、はい、2つ持つことによってその2つとも共に充実していくよ、大人によったら人によったら逆に減っていくっていう人もいるんですけど、そうね、年とともにどんどんあえて減らしている人もいます、もう一種類でいけるというそういう達人もいます、僕はそれを目指してます、僕のダンシングダンシング、右ステップ左ステップ、この一つの顔でいけますから、それは無理です、それは狭いカテゴリーのみで通用するやつ、いろんな顔を持っていろんな顔を引いていきなさい、こんな僕にすごいことを教えてくれてありがとうございます、ええ顔なってるよ、この度は失礼いたしました、ちょっと残ってる、なかなか抜けないんだよ、頑張って抜くようにね、わかりました、はい、じゃあ失礼します、うん、ダンシングダンシング、違うよ、右一歩左一歩、言わなくていいけどね、ちょっと残る、うっすら残るのは仕方ない、はい、いろんな顔持ちなさいね、失礼いたしました、そう完璧、顔指導も大変やな。チャンネル登録をしていない方は、チャンネル登録をするという顔をもう一つ持ってください。チャンネル登録よろしく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 。その顔は狭いカテゴリーでしか通用しない顔。はい。うん。ジャルジャルのネタサロンに入って一緒に楽しみませんか？
ジャルジャルタワー。